はい、今回の動画はこちら、グリップね、グリップの握り方をやっていきたいと思います。エブリワンゴルフ。はい、ということで、グリップの握り方ね、このグリップがずれていると、もうとにかく球はまっすぐ飛ばないし飛距離も出ない。このグリップの握り方がもうとにかく大切。はい、いろいろなグリップのレッスンありますが、今回はですね、ちょっとこのエブリワンゴルフ酒井誉れ風に、お伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはグリップ、簡単なポイントをお伝えすると、左手の、小指から3本ね、左手のこの小指から3本がとっても大事。はい、この3本をクラブに指先で引っ掛けて握るっていうのがとにかく大事なポイント。はい、どのようにして握るかというと、左手を、まず手首を曲げます。で、曲げた状態でクラブの下側を握るんですが、この握る時にここですね、小指の付け根からこのね、指の先にかけてこう引っ掛ける感じ。はい、結構皆さん多いのは、握って開いてみるとここ指の根元にこうやってクラブを持ってる方が結構いらっしゃいます。で、この持ち方っていうのは非常に効率が悪くて、手にたくさん力を入れないと、クラブを握る、クラブが飛んでいってしまうような感じがしてしまって、力んでしまうグリップの握り方なんですね。で、できるだけグリップっていうのは、力を入れずに、軽く持ってもクラブが飛んでかないっていう握り方をしてあげるのが理想ですので、ここのね、小指に当てて、先で引っ掛けてあげる。はい、で、これでちょっと巻き込んで握ってあげる。はい、この時に大事なポイント、ここですね。指、まあ、1本分は確実にグリップが少し余るように握っていただくっていうのがポイント。はい、で、これをまあ、まっすぐこう戻してあげるとね、どうなるかっていうと、センターのこのラインがあったとしたら、このセンターよりも親指は少し右側で、自分から見て、拳が2つ見えるぐらいで、手首が曲がっている。はい、これが左手のまず理想の握り方になります。はい、で、これに今度は右手を合わせていくんですが、グリップの握り方ね、いろいろあると思うんですが、ここですね、人差し指と中指の間に小指を置いてあげて、残りの4本で、クラブを握ってあげる、オーバーラッピングっていう握り方ですね。これは、親指が、真上、クラブの真上に来る感じ、もしくは若干ちょっと右側に来るような感じでも結構です。はい、このぐらいが一応現代のスクエアと言われるグリップの握り方で、今度右手で大事な部分っていうのはここなんですね。ここ、親指と人差し指の間、これが、こう空いてる人っていうのが結構いらっしゃるんですね。で、ここが空いてしまうとクラブが上げた時に遊んでしまうんですね、ここで。で、遊んでしまうとここが1センチ動くと、このヘッドの先が15センチぐらい動きます。そうするとヘッドの位置っていうのが決まらずにオーバースイングになったり、フェースが開いたり閉じたりしてしまいます。で、これを絶対になくさないといけないので、親指と人差し指の間はくっつけてあげる、ね、くっつけた状態で人差し指はちょっとこう引っ掛けるような形。はい、これで、グリップを握ってあげる。そうするとここに隙間ができませんので、クラブが遊ばなくなるんですね。こう遊ばなくなる。はい、で、もう一つ、人差し指と、中指の間は少しここがね、空いてしまっても大丈夫です。人差し指はちょっと引っ掛けるような形で握るので、空いてしまっても構いません。はい、このような感じでまず手をセットしてあげるっていうのが大切なポイントになります。はい、自分から見てもう一回おさらいいきます。親指は少し右側、拳は2つ見える、
手首が曲がっている。大事なのはさっきの指先でクラブを引っ掛ける。はい、じゃあ今度は右手を、親指は真上、ここですね、親指と人差し指の間は詰める、人差し指を引っ掛ける。はい、このような状態っていうのが、力を入れずに、クラブが緩まないグリップの握り方になります。エブリワンゴルフ。はい、ということで今、自分のね目線から見た感じのグリップの握り方をお伝えしたと思います。はい、じゃあ今度は、このねグリップを正しく今の握り方で握った時に大切なポイントがもう一つあります。でこれは腕の向き、肘の向きが握った時に非常に大事になります。先ほどのグリップを、ここの下で握ってみます。でアドレスをした時に、はい、いきますよ。これ非常に大事。腕の向き、肘の向きが、腕は上を向いてます、肘は下を向いてます。はい、右手も左手も一緒ね。ちょっとこう内側に絞れてる状態、はい、これが非常に大切で、グリップの握り方がうまく握れてる人でも、よく見てみると肘がね、この腕が外へ向いてるね、肘が外へ向いてこうやって構えてる人がいらっしゃいます。この場合、肘がインパクトの時に抜けてしまうね、抜けてしまってフェースの向きが安定しなくなってしまうので、まず、肘の向きっていうのは内側ね、まあ、内線ですかね、内線内側に向けてあげて、グリップを持った時にも必ず肘は下、はい、で下向いた状態で、左手を少しこうかぶせる状態で合わせてあげると今の握り方がやりやすくなります。はい、これをね、とにかくさっき言った左の小指から3本ね、これをクラブでとにかく引っ掛けるっていうことと、肘が必ずね下を向いた状態でクラブを持ってあげる、セットアップしてあげるっていうのが、この2つがね非常にクラブをうまく振ってあげることに関して大切なポイントになります。これはもう初心者の方はもちろんですが、上級者の方ですね、上級者の方でも結構このグリップの握り方が、できている方とできてない方とねいらっしゃいますので、これをできるだけ注意して、グリップを握るように練習してみてください。はい、このグリップできるだけでも、スライスが治る、ね、フックが治る、つながってきますので、こちらね、全ての基本になります。これも基本になりますので、ぜひこれを気をつけて練習してみてください。